皆様お待たせいたしました。いよいよ最後のセッションになりました。第7部全大会変革を実現するリーダーシップ経営者として何を学び見つめるかを開始いたします。本セッションでは JFE ホールディングス株式会社相談役であり、この6月より東京電力株式会社社外取締役にご就任されました須戸文夫様にご登壇いただきます。須戸様どうぞお願いいたします。初めてよろしいですか。紹介いただきました須藤でございます。実は私はこの会を皆さん以上に楽しみにしてたと、それはなぜかといったら学びの場だからと、こういうことでございます。本日は今日は大変なテーマなんですけども、私の日頃リーダーシップというものに対して考えてる、ついて考えてることに関してちょっとお話しさせていただきます。ピンと狂ってる皆さんと合わないところがあろうかと思いますが、合わなければ合わないほどハッピーだとこう思っておりますのでよろしくお願いします。一つ目、ここに書いてございますように、リーダーシップの資質というものは DNA と全く関係がありません。育ちがどうだとか環境、先祖がどうだとか、これは会社のあり方も DNA じゃないわけ。我々のもし DNA だったら、我々のそういう資質は親の遺伝子を受けて帰ることができませんけど、会社の経営の DNA というのはいつでも変えられると。だから本質的に会社には経営には DNA というものはない。それが我が社の伝統はということで、あるかのごとく感じて失敗した人たちがいっぱいいると。私はここに書いてございますように、リーダーで一番重要なことはインテリジェンスを磨くと、それから一流の人と学ぶと、それから修羅場を経験すると。これは何を言ってるかといったら、リーダーはですね、リーダーというものはすなわち人間学だと。したがってリーダーになろうと思ってる人でですね、人間に興味のない人をリーダーにさせちゃダメだと。私も長いこと社長やってて人事に行ってきました。どんなに優秀なやつでも人間に興味のない人をより上の管理者にするなと。人間に興味持てないのにどうやって人間の集団のリーダーになれるのか。でここでもう一つ言ってることは、どんなにどういう分野でも自分の基本的なインテリジェンススペシャリストをもう必死になって、20代30代40代それはいつまでか分かりませんけれども、必死になって勉強する期間、人生の少なくとも3分の1あるいは5分の2あるいは2分の1ぐらい時間をつけて必死になって、いかいようになって超白ぐらい勉強しないとリーダーにはなるなと。だけどそんな人はあんまりいない。私もそこまではやらなかった次、論語にですね、孔子はですね、自分勝手に考えて解決しようなんて思うなと、まず勉強しろと、学べと、基本的にそう言っております。これは有名な言葉です。我勝手終日食らわずと、終日いねず、思考して持って思うと考えたと。だけど益なかったと、益なしと、学ぶにしかずと。だから最初はやっぱり、先人のことを勉強しないとダメだと、勉強が大事だと、そういうことを言ってるわけです。もう一つ、次、
よく中国の古典では少年という言葉が出てきます。でここに書いてございますように、だけど我々の今人生は、皆さんおそらくここにおられる人は間違いなしに平均90歳までは生きられるでしょうと。昔50歳と言ってた時に少年と、少年学なりがたしと、婚姻矢のごとし、軽んずべからずと。だけどこの中国の孔子の時代から少年というのはじゃあ一体何歳だったのかと、みんな15、6歳だと思うでしょう。違うんです。古典を一生懸命読んでみたら、少年、年若くしてと、そういう意味ですから、古典では少年というのは30歳の 後半ぐらいまでを少年と、そしてそれから一転して老年になる。だから少年の時に一生懸命勉強せと。それを大学出たらもう勉強しなくなったと、30歳になったら勉強しなくなった、40歳、少年学追いやすく学なりがたつと昔言ってたのは、人生50年とか60年の時にそれでも30歳と、今90歳の時だったら少なくとも50歳60歳ぐらいまで勉強し続けないと。であの時は2000年前は社会の進歩が非常に緩やかだった、今非常にテンポが速い、その時に勉強しないでおれるかと。でその勉強には、先ほど言いましたように自分の専門分野を1つ2つ3つと、孔子は言っております。君子は器ならず、器っていうのは器ならずと。コップだったら水入れるだけのもの、お椀だったら汁物を入れるだけ、それじゃダメだと。いろんな能力を持っていないとダメだと。また別の見方したら、いろんな能力を持っている人を使うと、そういうことにならないとダメだと。そのためには自分の専門を生かして、世の中にどういう立派な人がいるかと、そういうことを知らないとダメだと。これが非常に人間学だと言ったときに、そういう人間学じゃ、そんな大したことないだろうと思ってる人がいたら、これもうそれだけでリーダーとして私はアウトだとこう思うわけです。次、ここは浜松でございます。昔から遠州灘行ったら森の石松が出てきた。ここに書いてある清水二郎長と、これは山本長五郎、実際におられた方です。遠州と、この静岡で。だけどこの人は、ここにバクトと書いてありますけれども、これは私が書いて、ね、資料に書いてあるわけで、こう書いてあるわけですけど、この方は明治26年まで生きて、非常に山岡鉄舟と、山岡鉄舟というのは幕臣でありながら明治天皇の侍従武官であり、明治天皇に非常にある種の思想的教育を施した人です。その山岡鉄舟とは、清水次郎長は無二の親友だったと。それで山岡鉄舟が侍従を辞めた時に、富士の裾野を開墾した時に一緒に開墾したり、あるいは横浜の岸壁を作る時に清水次郎長、山本長五郎がやったと。なんでそういうことをここに書いたかと言いますと、山岡鉄舟は勝海舟と高橋泥舟といって明治の三舟と言われた偉人の一人です。そして勝海舟と西郷隆盛の出会いの時の前座を務めたと、大村益次郎と、そういう人ですけども、山岡鉄舟が清水次郎長親分に、あなたは東海道随一の親分と聞いたんだけど、あなたの子分はまた何百人いると、ただしあんたのその命を張ってあんたのために働くという人は何人いるのかと、こう聞いたときに、答えは何だったと思われますか。これは山岡鉄舟の自伝というか、自分が書いたところに書いてあるわけですけれども、私はこれを
大学の時読んでびっくりしてしまって、次郎長親分はものすごく長考した上に一人もいないと、山岡鉄舟は何だというような顔したら、それからまた一呼吸を置いて、先生違うんだ、全く恥ずかしいながら一人もいないんだと、だけど私があの子分のために命を捨ててもいいという子分は、これは先生何人もいるんですけどもと、すごい言葉だ。リーダーはいかにあるべきか。次、ここに書いてあります。リーダーとは惚れられようなんて思うなと、いかに部下あるいは周りの人に惚れれるかと、これがリーダーの絶対欠くべからざる要素だと。リーダーがになったら褒められる、リーダーになってね褒められる、まず私の経験でもそれはあんまりないですね。どうやって部下周りの人に惚れられる、要するに周りの人部下の長所を認められるか。私の経験からもですね、非常に先輩も後輩も見てますけれども、リーダーで大成しない人は部下の欠点を見つける人が非常にうまい人がいるけども、これはもう全然ダメ で、特にそういう人は頭が非常にいいと、また周りもカミソリだとか何だとかと言われる人が多いんですけども、それは何かといったら欠点を見つけると。僕に言わせてリーダーが、僕に言わせればリーダーが部下の欠点を見つけてどうするのかと。リーダーたるものは部下の長所を見つけないと、古代の中国の時代から2500年、これはギリシャの時代からでも、国と国と組織と組織と何か競争しようと思った時に長所を認めると、そういう度量能力がないとダメだと。でそういう長所を認められる人は多少理解力が悪くてもやっぱり組織にとって非常に有用な人になっていくと、そう思うわけです。次に話は全然違います。札幌農学校のクラーク博士は Be ambitious boys とこう言って、言ったと。でアメリカ人とか外国人にアンビシャスというのは、ここグロービスでも言っておられる大使という言葉じゃないんです。アンビシャスというのは野心を持てと、私利私欲に近い目標のことをアンビシャス、だからビーアンビシャスというのは決してあんまりいい言葉じゃないんですけども、これを少年よ大使を抱けと訳したと。これ大変な訳でございます。でこの私は名訳だと思って、この訳は誰が訳したのかといろいろ調べたけれども、誰が訳したかわからなかった、今もわかりません。ただしなんで大使と訳したのかと、大きな志を訳したのかといったときに、クラーク博士その時はマサチューセッツ農科大学の学長が、今で言ったら3億円か場合によっては30億円ぐらいの報酬をもらって黒田清隆に、招聘されてきた。でクラーク博士は南北戦争の時の北軍の大佐だ。でこれは最近までなかなか分からなかったんですけど、この写真が出てきて北軍の大佐だということが分かりました。だけどクラーク博士はその時に日本の学校学生ができた時に、みんな校則をどうするのかといった時に、校則をものすごくやった複雑内容の難解な、しかも長いものにしただったんですけど、クラークは Be gentleman、 これが校則だと。 Be gentleman
で、その時に札幌農学校の第1期生と2期生は13人ぐらいしかいなかったんですけども、みんな貧乏士族の子供ですけども、君子論語を読んでたために、君子たるものはどうすればいい、君子とジェントルマンということは訳さなくても大体本能的に分かった。それで Be gentleman、 君らが社会に出て指導的に立場になるときに一番大事なのは Be gentleman、 紳士たれと、そう言って、彼の在任中8ヶ月間しかいなかったわけです。8ヶ月間そればっかり言ってたと。ただし最後に別れるときに、こう途中まで送ってきた1期生と2期生13人にやっぱちょっと心配になってきたと。ビージェントルマンばっかりじゃいかにもひ弱く育つんじゃないかと思って、最後にビーアンビシャスと言ったら、ビージェントルマンが忘れられてこっちだけ大きくなってしまった。でその時にビージェントルマンという8ヶ月間のそういう言い続けたことがあって、アンビシャスを大きな志と、そういうふうに訳したんじゃないかと、こう私はこう 2,3 年前からそういう納得してるようになりました。次、私は社長になっても今もそうですけども、リーダーたるものは打者は3割セット、どんな優秀な人でも3割以上は4割なんて打てないと、これいろんなところで私が経験し、社長の時も人事でももう3割は当たらないと。それはなぜかといったら、係長の時に優秀だから課長にしようと、課長の時に優秀だから部長にしようと、部長の時に優秀だったからちょっとあいつも頑張ったから執行役員にしようと。外国ではこういう考え方はまず取りません。部長が空席になったら下が上がるんじゃなくて攻防するということになるんじゃないかと。そうじゃないケースもありますけどもね。それはなぜかといったら、課長の仕事と部長の仕事は全く違うからです。部長の仕事と役員の仕事は全く違うからです。もう一つは、課長の時代と部長が課長であった時の時代と部長になる時代はどうしても3、4年とか4、5年のタイムラグがある。時代がものすごく変わってきたら価値観も違う、求められるも違う。だから時代が変わって職責が変わって、それで当たると、まあ人事っていうのは当たらないと。皆さんも従って今上司によく思われてるから俺はステップアップしようなんて、そんなし、まずそれもこれから当たらない可能性がある。長嶋でも王でも一郎でも小学校上がる前からピッチャープレートからホームプレートまで投げられたボールを4割打てないと。ましてや急に社長になったからって4割以上打てるわけがない。ところがおかしなことで社長は全部自分が当たると。そんな思い込まれた社長の下で働く社員はたまったもんじゃないと、そういう怖さを知ってると、そういうことがやっぱりリーダーの一つの条件じゃないかなと。怖さを知ってるかどうかと。人間というのは多種多様だと。だけど自分の専門分野は本当に勉強するように必死になって勉強しないとダメだと。全く要領の得ない話になってしまいました。時間が参りました。終わります。ありがとうございました。それでは続きまして、須戸様とグロービス経済学院学長堀義人との対談に移らせていただきます。堀さん、壇上にお願いいたします。須戸さん、ありがとうございました。私は須戸さんを最も尊敬する経営者の一人として、
見ておりますが、その理由は何かといいますと、そのカーテスと NKK の合併後の JFE が、新日鉄を凌駕するほど その収益を上げる会社になったと、私は見ていて、おそらくこれだけ成功した合併というのはほとんどなかったんじゃないかと思う、そういった合併をしてですね、でその後に社長に就任された後にですね、会長に、普通会長になって相談役になってということを行うわけですが、社長になった後に、で会長にならずにスパッと取締役も辞めちゃったんですね。でそれでそういったその引き際の綺麗さというのは、私は驚愕しながら見ていたわけですが、その後壊れて NHK の委員になって、で壊れて NHK の経営委員長になってですね、でその後今度東電の話が来た時に非常勤取締役になるということをやって、その時に卒業式にお越しいただきました、ありがとうございます。でその際いろいろと話を聞いたときに、いろいろとそのメディアが騒ぐ中においてどうされるのかなとずっと見ていたんですが、なんと経営委員長の方を辞めてですね、こちらは3000万円前後の収入を得られるわけですが、委員長でもあるし、で東電というそういった今最もその批判を受けやすい方の非常勤取締役を選ばれたと。本当にね、侍だなというふうに私は思っていたわけですが、今日はそういった意味で、その安田さんからとお話しできることを大変楽しみにしておりまして、今日お越しいただきました、ありがとうございます。それでですね、いくつか質問しながら進めていきたいと思いますが、一つ目にそのリーダーの素養とはということ、インテリジェンスを磨くという言葉があったと思いますが、時間を使って血を吐くほど学べという言葉があったと思いますが、具体的にどういう方法でそのインテリジェンスって磨かれたらいいというふうに思われるでしょうか。教えていただけたらと思っています。これはやっぱりまず一つは製造業であれば現場に行かないとダメだし、販売営業だったら営業、それぞれのやっぱ現場に、行って実態を知ることと同時にですね、それを動かしているものの本質は何かということをやっぱり過去のいろんな歴史的な文献だとかそういうものってやっぱ自分でその本質は何かということを勉強しないとダメだと思いますね。私はいつも会議に出ても発表する人、意見交換する人で、そこでこの問題点の核心は何かと、そういうことを常に考えております。ちょっと変な話ですけれども、株主総会というのは6月に各社全部やりますけれども、社長は株主総会になってやっぱり1ヶ月か2ヶ月前に各社のスタッフに Q&A 仮想質問を作ると思うんですけど、僕はこれは非常にダメなやり方だと。私は株主総会が終わった次の日から全ての社内で起きる問題、私のところに報告された問題が、この問題が来年もう一回株主総会でもしこれが話題になるとなったらどう答えるかと、その答えと今のこのが問題の本質に合致してないとダメだと。そう言ってやっぱり自分をその臨場感ある、そういうポジションにやっぱ常に置いておくと、これがやっぱ勉強することじゃないかとこう思いますけど。あと須藤さん、そういったその現場での学びがあると思いますが、さらに本を通しての読書を通じた疑似体験という言葉もおっしゃってますが、どういった書に触れるべきだと思われますでしょうか。これは難しいですね。だけどやっぱり一番基本的なのはギリシャ古代、あるいは中国古代、あるいは日本の歴史で、まず日本の歴史を知らないと、歴史をやっぱり学ばないとダメ。ビスマルクがプロシア帝国の最初だったビスマルクはやっぱり、愚者愚かな人たちは自分の経験を大事にして、自分の経験を大事にしようと。だけど賢者は歴史に学ぶと。歴史はやっぱり非常に重要だと思います。でこれは技術、自分がタッチする技術の歴史でもあり、あるいは財務の歴史でもあり、やっぱり歴史をやっぱり紐解くということは非常に重要なことじゃないかと、こう私は思います。はい、ありがとうございます。それから実は私の手元には、その
今回スピーチいただいた前のバージョンがございまして、その中で一つ抜かれた部分から質問したいと思うんですが、その中にはですね、リーダーの条件とはと3つおっしゃってるんですね。1つが軸がぶれない、これ昨日安渕さんがおっしゃったことはと同じなんですが、軸がぶれない。2つ目が度胸かっこ胆力、決断力を備えるということですね。それが2つ目。3つ目が志かっこ信念を持つということをおっしゃってますが、その中でちょっと質問したいんですが、軸がぶれないようにするためにはどうすればよろしいでしょうか。これはやっぱり勉強と、やっぱり何ちますか、研鑽ですね。僕はそれはなぜかといったら、私は小さい時から若い時から本音と建前というのはね、一緒じゃないとダメだと。これは本当にみんな難しいらしいんですけど、僕にとってはあんまり難しくなかった。本音と建前というのは、そのあるのはおかしいと。だけど本音と建前が一緒になるような考え方だとか、みんなに対するアピールの仕方、本音と建前っていうのを使い分けるとしたら、どっちかが間違ってると。それは建前でいくのか本音でいくのか、これは決めないとダメだと、僕はそう思いますね。ということで、逆に本音と建前じゃなくて、本音と本音と、本音と本音が一番いいですね。本音と建前という言葉を聞くのも気が荒わしいと。なるほど。でその本音と本音という方向でいくにあたって、そのために軸がぶれないためには、その歴史を学ぶというふうにおっしゃってましたが、どうすればいいんでしょうか。その軸っていうのはどうやって身につけて、どうやってそれを、これは非常にいい質問ですけども、これは孔子が論語で言っております。友達を選ぶときに、自分よりも愚かな程度の低いやつを友達には選ぶなと。自分より賢い人を、恐ろしいことを言ってるわけです。なんか周りを 見下してるように、賢いやつばっかりやっとったら誰も友達できなくなるじゃないかと。相手だってね、孔子様より、まあ、孔子が下だと思われたら孔子と付き合わなくなった。だけどそう言いながら、その後すぐにですね、何の関連もないように ないようにさりげなく、過ちを改めるにはばかることなかれと書いてあるわけです。これはものすごい、孔子の言わんとするところは、その何て言いますか、友達と付き合ったら必ず自分よりもいい素質を持ってる、いい長所を持ってるはずだと。だからそれを認めろと。認めない、誰だってどんな友達も、でその自分よりも愚かだと思う自分、あなたが愚かなんだよと。だから全部自分より、あなたよりも優秀なところがあるんだ、敬意を表すると。で敬意を表するってことはどういうことかといったら、それが自分よりもいいところがあるったら、その人の真似をして自分の今までのやり方改めなさいと。その改めるのに何もメンツだとかこだわるなと、はばかることなかれと、こう言ってるわけです。なんと今堀学長の答えにどう答えようかと言って思ってるかというと、自分よりいいアイデアがあったらいつでも改めると、そういう潔さがあれば、それと本音と本音で、本音しかいかないということであれば、軸はぶれなくて済むんじゃないか、僕はそう思ってるわけです。改めるにはばかることなかれと、この潔さで、相手をその時に、相手に敬意を表してやると、これは軸がぶれなくても違ってる時は必ずあるかもしれない。その時に潔さと、相手に敬意を表するという心情がベースにあれば、ぶれなくてもいいんじゃないかなと、僕はそう思ってます。軸っていう言葉はアイデンティティとか存在意義とかいう言葉と近いと理解してよろしいんでしょうかね。それは自分も周りも全部良くなると、それがやっぱり軸じゃないかと。周りの人、特にリーダーになったら軸がぶれないということは、そのグループ、そのコミュニティ、その会社、その国家が
どうやってみんなの一番ベストなものになるのかと、これが本音と本音であって、これが自分が今まで思ってたことから一回も逸脱しないぞと、これは軸ぶれないということとちょっと違うだろうと。でこれはね、注意しないとダメなんだけど、伝統的な会社ほど我が社にはこういう伝統があると、それからイカれた上司のいる部下ほど部下から上司から俺たちはなと、俺の考え方はなと、上司の言うことを聞かないとダメだと、これは軸がぶれないことじゃないぞと、大いにそれは偏屈だと、顔面だと、孤狼だと、これも顔面孤狼偏屈ね、思い込みと、これは孔子は4つ孔子様はそういうことをやらなかったと。だから軸をぶれないとの軸っていうのは何かと、この機会にやっぱり皆さんやっぱ本当に軸ぶれないことが非常に必要です、軸ぶれないとこう言って言い張ってる人ほどぶれてるんだとははーと言って笑っておりますけど、私はそう思います、私はアイデンティティあるいは存在意義に近い、あるいは自分哲学に近いかなと私は勝手に思っていてですね、自分のアイデンティティ何かって、僕はやっぱり日本人であって、で僕は水戸に育ったんですね。やっぱり水戸っていうものが自分の、存在意義をかなりこう、あるいは自分に影響力を及ぼしているというふうに思っていまして、でその中で自分は何のために生まれてきたのかは常に考えて、そしてその水戸っ子としての生き方、水戸がどういう明治維新の時に役割を果たしたのか、どういう哲学を持っていたのかと同時に、自分が日本の歴史を調べ、そして哲学に触れるに従って、陽明学に触れるに従って、自分とはこういうもんだと、地方合一であったりとか、さまざまな言葉の中から生まれてきたものによって初めてできたものがあって、これが自分だという、そういったアイデンティティであったり存在意義であったりとか、自分哲学というものがあって、でそれを今度その何かに触れるに従って、またさらにおっしゃるとおり修正していきながら向上していって、そういったものを自分の軸として作っていくようなものかなと思っているんですが、そういう理解で全く同じよろしいでしょうか。そうですね、私そう、歴史を学ぶ、それは光圀の時と同じ、だから温故知新という言葉と、やっぱり不易流行とか、そういう言葉はやっぱり軸をぶれないということの必要だけど、その軸は何かと、決して顔面孤狼ではないですよと、まして大したことのない先輩だとか、大したことのない今までのルールだとか、それは軸じゃないかもしれないですよと、そういうことをちょっと広い広い意味での軸だと、だから私最初に堀学長と同じように、日本の歴史をやっぱり勉強すべきじゃないかと、普遍のやっぱり軸というものはあるはずだと思いますね。二つ目がですね、度胸、決断力を備えると。これどうすればよろしいんでしょうかね。度胸、決断力を備える、これはできないから重要だと私書いてるわけです、できたらで、度胸というのは、これは本当になかなか必要なんですね。だけどこれは修羅場をくぐらないと、度胸っていうのは私の経験でもできないし、皆さんだってゴルフやろうかと思って最初スタートする時、胸ドキドキすると、あの時度胸はあって、度胸っていうのは何かと言ったら、やっぱりドキドキしてもやっぱり決める時には決めると。でこれはやっぱり修羅場って言ったって、今我々は修羅場を経験するということは非常に少ないですから、歴史の修羅場に遭遇した過去の人物の風景、あるいはシーン、場面を疑似体験して、そういうものだということをやっぱり勉強していくしかないと思いますね、度胸。それ以上でそういう疑似体験してたら、私がこういうことをやるということ、自分がやるということがあんまり心配しなくてもいいと思いますね。須藤さん自身がその度胸が必要だったと
思われる体験とかってどういった時があったのかっての教えていただけたらと思うんですが、これやっぱり度胸が必要だったなっていう、それでやったなっていう、お言葉を返すようですが、その自分で度胸が必要だったと、それはちょっとおこがましくて、度胸っていえ、はっきり言ってそういうことは他人から見たらいっぱいあるかもしれないけど、私から見たらそれは全くなかった。僕そこだと思うんですね。おそらくやってる本人は度胸が、先ほどその白石浩二さんの話を私も聞いてたんですが、もう飛び込むということに関してもやりたいからやるんだと、もうそれだけなわけで、旗から見るとおそらくものすごいことやったな、世界一周単独でとかいうことを思うわけですが、本人からするとそれは自分がね、わがままで世界一周したいからやったんだっていうね、そこの部分の差があるのかなという気がしていまして、その自分が志とか信念として思っていることがあって、それは やると、やりたいしやらなくちゃならないと思ってるんだということで進んでいくと、それは特に度胸じゃないかもしれない。もうそれはもう、自分 の, その、宿命というか、そういう、そういう道なのかなというふうに思うんですが、どう考えたらよろしいんでしょうかね。私は度胸というのは信念が、そうですね、ない人に向かって言ってるわけだと、だから信念がある人はそういう度胸だとか何かっていうことはない。その証拠にですね、これもちょっと今日は論語の話で出てくる、孔子は上に立つ者の必要な条件は3つだと言って、知者は惑わずと、こう言って迷わないと、神者は憂えずと、心配しないと、最後に勇者は恐れずと、こう言っております。だけどこれはどういうことかというと、勇者っていうのは恐れないから、それが勇気かどうかは分からないと。なるほど、これがすごい、論語の言葉ですよね。だからできない人は恐れないと、だから勇者は恐れずと、これ論語が孔子様が言ったんじゃないと思います。下の弟子たちが孔子様を見て勇者は恐れずと、孔子様はあんなもん恐れてた、そんな問題外の外だったと、そう思いますけど、私が例えばその、永久っていう言葉は実はグロービスでよく使われるんですが、逆境指数っていう言葉があって、成長するには自分が試練を経なければ成長できないと。ということは試練が来たら喜べって言うんですね。試練が来たらラッキーだと、自分を成長する機会をもらったんだと。と考えると、その修羅場をくぐる機会っていうのは、逆に言えば自分を成長する機会をもらえるわけで、これはもうこんないいことがないというふうに思うわけですね。そういった意味でその修羅場っていうのは、逆に言えば自分が成長する機会を求めていくっていう発想も必要なのかなと私は思っていてですね。で、実は去年、とことん議論というのは、その孫さんと原発問題に関してやったわけですが、はたから見るとすごく勇気がある行動だと、要はものすごいさまざまな批判を浴びるでしょうし、誹謗中傷を受けるかもしれないと、僕は言ったんですね。これは自分を、成長させる良い機会だというふうに思って喜んで行ったわけだし、自分としても自分の主張は正しいと思っているし、いまだに一歩もぶれてないんで、こういったものを言う機会というのは多くの人に聞いてもらう、非常に良い機会だと思ったと思っているので、これは別に度胸を言ったというよりも、自分からすると自分が成長する良い機会をもらえたわけで、そういったことをみんながどんどんその良い機会として捉えていくということがすごく重要かなというふうに思っているのと、もう一つ話として思ったのが、私は密教がすごく好きで、仏教がすごく好きで、マドラメリキリョさんという方が毎回そのグロービスの起業家リーダーシップのコースに来ていただいてて、今年の3月までですね、彼がその菩提心ということを言うんですね。で、菩提心とは何かというと、3つの要素でできていると。1つ目が初心、初心が最初が悪者だろうと思っている人はいない、初心を大事にしようと。2つ目が向上心だと言うんですね。初心で向上心で、3つ目が勇猛心っていうんですね。初心で向上心があって、あと勇猛心だと。この3つ目がね、その初心向上心の勇気かという気持ちがあってですね、そこにおそらく一つのヒントがあって、その菩提心を得るためにはやっぱ一歩前に踏み出していくっていう、そういったものが必要になってくるっていうのが、おそらくおっしゃったその度胸とかですね、決断力というか前に進んでいくっていう、そういったエネルギーになっていくのかなっていう気がするわけですね。で、それで須田さんの方では3つ目が志、
信念を持つということで、これはまさにグロービスが3つの柱の中の1つとして捉えている志ということで考えているわけですが、非常にこうものすごい質に富んだお話をありがとうございます。私特に印象に残ったのがやっぱり清水の次郎長さんの話ですね。惚れる人、これはやっぱりね、そうかとね思いましたね。言葉、その何人いるのかねっていうところに聞いたときに、やっぱりそれがやっぱり必要なのかなというふうに思うわけですが、最後に1問だけ質問してちょっと会場にオープンしたいと思いますが、ウィリアム・クラークさんがおっしゃったビーチ・ジェントルマンというのは君子だということだと思うんですが、どういった要素をそういったその君子ジェントルマンに期待されるのかというのを須藤さんの見解をお伺いしたいんですが。これは昨日 あのテーブルを囲んだラウンドティーチング、はい、うん、ラウンドミーティングの時に私は申し上げたんですけども、そのビー・ジェントルマン、あるいは君子というのは一番の基礎の基礎はやっぱり何て言いますか、人心のうち恥をかかないという、人に迷惑をかけないと、で自分の言論に責任を持つと。でこれはだから先ほど言ったように言ったことは3割ぐらいしか当たらないかもしれないです、うん、その時は潔くその責任を認めて改めないとダメですけど、やっぱりそうは言っても恥を知らないとダメだと。今日本は政治家はもう昨日言ったことを今日また忘れてしまって、もう本当に恥を、ビージェントルマンっていうのは、あれですよね、イギリスのナイトに通ずる、ナイト、ビージェントルマン、君子、それから日本の志、君子、そういうものにやっぱり通じて、僕は、私の解釈は、ビーチエントロマン、あるいは君子たれというのは、自分の持っているその軸から外れるなということなんでしょうね、おそらくね。自分が思っているその軸を一生懸命作って、それは自分の倫理観であったりとか、あるいはその使命観であったりとか、自分の哲学であったりとか、人生観というものを作ってきて、まず一生懸命作る。そこでまあ勇気を持って、いろんなさまざまな試練を経て、自分というものが出来上がったときに、その通りに生きなさいということなんでしょうね。それが外れると恥ずかしいことであって、そういった自分の思っている理想を自分で作り上げたものから外れないように、外れるようなこう恥ずかしいことをしないでくれという、自分らしく、ね、生きなさいという、そういうことなんでしょうかね。私は今 の学長の話に全く賛成ですけれども、恥というのは、私の恥というのはどういうことかと言いますと、昨日もちょっと話したんですけれども、コミュニティ、あるいは大学の運動部でも会社でも国家でも、みんなまず義務の教室から始まるわけ。自分の能力を教室する、資力、お金を、いや労働力を教室、まずピューリタンでもね、アメリカに渡ったピューリタンでもみんなそのコミュニティ作るというか、自分の財産をとにかく教室して、それがベースでコミュニティができる、自治会もできる、国家もできている。ただし今非常に恐ろしいことに、恥だというのは義務を教室しないで権利を主張すると。で義務を教室してない人にが権利を主張してたら、政治家でもそれにオポジニスト、言語する、こびるようなことを言うと、これじゃあもう世の中できない。だからまず義務、どんな人でもですね、全く義務を教室できないと、そういう人はほとんどいないと思うんです。もしそういう人は、それは見ないとダメですけども、能力を持ってて義務を教室しない、これは僕は恥だと、一番根幹なことを言ってるわけだけど、会社でも義務を教室しないで会社なんて成り立たない、そういうことをやっぱりせいぜい堂々とちゃんと言えると、そういう軸を、ベースのベースを持ってると、それが僕はやっぱり君子の一番のベースじゃないかなと、ちょっと答えになるかどうか。いやいや、もう本当にうなずきながらずっと聞いていて、本当にその今一瞬考えたのは、権利を主張しないで生きていくとどうなっていくのかなってね、僕は
そのあまり僕は自分的にこう 権利を主張したことはあまり なかったんで、それはどういうのかなと今一瞬考えてたんですが、答えはまとまってないんですが、まあ、いろいろと考えていきたいと思います。 Q&A っていうのは上がってきたので、質問に質疑応答に入りたいと思いますが、この中でですね、その質問したい人バンと手を挙げていただけたらと思いますが、ぜひともという方は、じゃあ1、2、3、これマイクの人が大変ですので、まずあちらから行きましょう。マイクの方はちょっと手を挙げて、じゃあ、手を挙がっている人にマイクを渡していってもらって、マイクを持った人からどんな発言してもらったらと思いますか。東京校の酒井と申します。ありがとうございます。先ほどお話をいただきました、その軸がぶれないで、こうぶれないようにすることを常日頃から気をつけていることが大事である。で、間違っていればそれを素直に改めるということなんですが、こうどのようにすれば間違っているということそのものに気づくことができるのか、そこをぜひお話を伺えればと思います。次行きましょうか。そちらマイク持っている方。はい、東京校の牧本と申します。お話ありがとうございます。先ほどインテリジェンスを伸ばすということで歴史を学ぶという話があったと思うんですが、今まで学ばれたその歴史の中を参考として何か経営をしていく上で意思決定にすごく役立ったことがあったら教えていただければと思います。歴史上の人物で好きな人も聞いてみたいなと思いますが、他マイク持っていらっしゃる方で立っていただいて、はい、東京校の田口と申します。ありがたいお話ありがとうございました。日本は非常に今厳しい時代で、政治家とかそういった政治のリーダーシップも危機的な状況だと思っているんですが、そういった状況下で、須藤様のような経営者とか事業家というのはどういう役割を期待されているのかと、言い換えるとビジネスマンというのは世界にどうやったら貢献できるのかということについて少しお考えをお聞かせいただければと思っています。はい、ありがとうございます。他マイク持っている方いらっしゃらないですね。あとじゃあじゃあどうぞ、あと2方だけじゃ行きましょう。どうぞ。東京田中と申します。ありがとうございました。権利じゃない、違いました、本音と建前というところで、場合によってはこう建前をですね、前面に出した方がこうことがスムーズに進む場面ってあったかと思うんですけども、そういう時にどうやってこう本音をですね貫かれたかというのをこう教えていただけたらと思います。最後、はい、リーダーの育て方なんですけれども、育てると思うこと自体がおこがましいと言われるのかもしれないんですけれどもそうは言っても、その相手に敬意を表していく、こういうリーダーを育てるというのを組織の中でどう考えられて進めたかお聞かせいただければと思います。はい、じゃあまずそちらからもしもよろしかったら どの質問でもよろしいのでお答えいただけたらと思いますが、まず間違いと気づくと、これは勉強しかないです。自分がそういう感受性を高めると、勉強してないのに間違いか判断できません。一つ、次に歴史上どういうことかといったら、やっぱり人を使うということは、よく皆さん劉邦と項羽の話、項羽はものすごい将軍であってだったけど、人を使うことはできなかったと。劉邦の方が人を使うことが、劉邦は漢帝国を作ってから一番の部下の関心に、威張られたわけです。私は100万の軍隊を使えると。だけど殿下は劉邦に、殿下は100万の軍隊は使え、せいぜい使っても10万ぐらいでしょうねと言ったら、劉邦は怒って、けしからんとこう言ったら、いやそうじゃないんです、あなたは10万の人間兵隊も使えないかもしれない、私は100万使える。だし殿下のすごいのは100万の軍隊を指揮する将軍、我々を将軍何人も使うことができたと。やっぱり人間学の極意、人を使う極意をやっぱり知ってた。それから人を育てるということは、曹操なんかはやっぱり自分もすごい詩人であり文学者であり、孫子の兵法を一番世界で勉強してたのはナポレオンと曹操と武田信玄かと言われたぐらいなもんですけど、勉強してたけども、曹操はやっぱり有能な人をピックアップすることは、登用したことはあるけれども育てたことはなかったと。これはみんな昔の帝国を作った人はやっぱみんなピックアップがした、自分の友達がピックアップされた、将軍にピックアップされた、最初にピックアップされたと。それを見て私も
周りの人が私も採用されたいということで勉強して、それが教育のシステムの一番の元だったと、そういうふうにちょっと今教育とそれから経営の在り方と本音と自分が経営者として歴史の教訓で何を重要に考えたか、どういうことを学んだかと、そういうことをちょっと雑把にお答えしました。以上です。他はじゃあもう一回だけ聞きましょうか。他はどなたか、マイク持ってる方いらっしゃるみたいですね。じゃあ、どうぞ手を挙がってどこに行ってですね。東京校の後藤と、よろしいですか。東京校の後藤と申します。貴重なお話ありがとうございました。先ほど話の中でですね、ちょっと自分の仕事に照らし合って衝撃的でしたのが、私仕事で IR をやってるものですから、幹部に対しての、おびただしい QA をですね作って直前になってインプットするっていうような仕事をやっていて、本来、そういう答弁というのは幹部が自分の言葉で語るべきだという力強いお言葉をいただいてですね、大きな会社を見られていく中でどういう情報をちゃんときちんと自分の中で抽出して自分の言葉で語れるようにされているのかっていうところを心がけられていることがあったら教えていただきたいと思っています。よろしくお願いします。どなたか、あと2つくらい見ましょうか。じゃあそっちマイク持ってください。お願いします。どうぞ。はい、東京校の斉藤と申します。今日はありがとうございました。一番私が気になったのは、人に興味がない人はトップになれないであったりとか、部下に惚れるっていうワードなんですけれども、自分が小さい会社で事業部長という立場でやっている中で、やっぱりここがすごく現場で難しいなと思っていまして、私自身も含めてなんですけれども、最近の人は自分自身にはものすごく興味は高いんですけれども、他人に対する興味っていうのが少し薄れているような気がしていて、ここをどうやって、自分自身も学んでいくのか、あとは部下に対して教えていったらいいのかっていうところ教えていただきたいというところと、もう一点が、あまりにも部下に興味を持ちすぎてしまうと、チーム運営が成り立たないような場面に出くわすことが結構ありまして、バランスを取ろうとしてしまっている自分がいるんですけども、そういったジレンマを抱えている、我々、中間管理職みたいな人間に対してご一括いただければなと思うんですが、お願いいたします。じゃあ、あと一人だけ、どなたか、手を挙げてください。どうぞ。東京校の木村です。お話ありがとうございました。私の方で一番、気になったところが、人生が、今後50歳60歳まで学び続けなければいけないというお話だったんですけども、それを学び続けるためのモチベーション、重要な要素っていうのは、もしお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまず1点目のですね、 Q&A のことに関して、私は社長何年かやってまして、株主総会やってきたら各部門から Q&A が上がってくることは、今そんなことは私はありませんでしたけど、 Q&A 上がってくると。でその部下は自分が心配したことを社長に今まで言ってないとダメなのに報告してない、しかも自分が一番弱みに思ってることを何となしに、それとなしに報告したと、現地を取りたくて、どうでもいい Q&A の最初、私はそれでもう最初の20本目見たら、この Q&A、もう大したことないよと、ポイッとぶん投げてしもたら、最後の方にちょっとあって、でそれが、なんでこんなことを重要なことを報告しなかったと、こう言ったら、いや、報告してありますと、いつかと言ったら、この前の Q&A の入ってましたと。だから確かに入ってる。僕はこれを聞いてものすごい怒ったわけですよ。お前ね、社長の俺に印象深くないような報告の仕方っていうのは何たるものかと。お前それだけでもう報告の能力ないと。お前もう全然ダメだと。こう言ったらもうそれからはね、もう完全に報告するようになりました。そういう甘いことを示したらダメだと。ついて必ず部下はもう、いざとどさくさに紛れて報告したような顔こっちも私もちゃんと2500年前からの古典を読んでるから、そうはいかないぞとこれは非常に、これから皆さんが偉くなった時に、部長でも部下はみんなそうですから、そうはその手に乗っちゃダメです。印象に残るような報告をしない、これがけしかないんで、もう張り倒さなくちゃダメだと、精神
的に、これは激励ですよ、あんまりパワーハラスメントやったらダメだよ ね、そういうことをやらないと、やっぱユーモアを持ってそう言って言わないとダメ。それから個人の人間に興味を持つと言ったら、それはちょっと具合の悪いことが起こるんじゃないかと、全くそうです。それは誤解で、私の下の興味になって、部下のに興味、人間的に興味って、どういう発想をするか、どういうアイデアを持ってるかと、どういう長所を持ってるかと、個人的にプライベートなことに興味を持てと、そういうことではもう一切ありませんので、それは間違わないでください。能力だとか、その判断力だとか、あるいは得意分野だとか、それに興味を持てと、こう言ってるわけです。それからもう一つ、50歳とか60歳で、これはやっぱり勉強するのはどうしても、これは習慣化しないとダメです。そして特に私は一回ここで言ったかもしれませんけども、インテリジェンスというのは英語で訳したら、日本語で訳したらやっぱり情報と、知的情報ということになる。でこれに対して同じ情報でもインフォメーション、インフォメーションというのは発想する、発想する方がお金を払ってでも聞いてもらいたいもので、これを受け止めたから言って我々は何の、ね、賢くもなってないわけで、これは発想する側に乗せられてるわけで、これはテレビのコマーシャルだとか、それは得することはあるかもしれんけど、それでインテリジェンスが、自分のインテリジェンスが高まったと、そんなことはないと。でそのためにはやっぱり毎日毎日10分間でも15分間でも20分でも30分、少しずつ少しずつ勉強する時間を、勉強することを習慣化しないとダメだと。急に50歳になって勉強しようったって、そんなことできるわけないと。で日本の非常に悪いのは、大学、あるいは大学に出た、学校出た、どういう学校、卒業してしまったらそこから勉強する習慣ないと。だけど最近は大学生でももう勉強する習慣ないと。1日4時間してたと、感心してたら授業入れて4時間だと、結局何にもしてないんじゃないのかと。もうこれはもう90歳までいったって、今まで90歳まで生きるということは、日本は国家としてそういう準備できてませんから、国家は面倒見てくれないということなんで、会社もそんな永続するものじゃないです。会社も面倒見てくれ、自分で自立していかないとダメで、自分の自立っていうのは勉強するしかない。で勉強するためにということはすぐできるわけないから、今から習慣化していかないとダメだと、そう思います。以上。グロービス その MBA の学生は、大体平均して1日5時間から8時間ぐらい予習をしなければ間に合わないということ、それがそのまま卒業した後も基本的には継続して学ぶということで、まあそわそわしてますが、皆さんに期待しているわけですが、やっぱり重要だと思うんですね。継続して学び続けるというのが、やっぱりこうその経営者というのはリーダーというのは学び続けなければならないと思ってますが、最後に一つだけ質問して終わりしたいと思いますが、一つ聞いてみたかったのは、2500年前から その歴史を学んでいらっしゃって、今の日本という時代がどの時代に近いのか、でその中から、その歴史の中からどういったリーダーとか、どういうふうなその問題解決の方法論がありうるのかって、そういったことをちょっとお伺いしたいと思うんですが。いやもうこれも非常に、今の時代は私はやっぱり中国の2500年前の孔子がいた時の戦国、春秋戦国時代、もう国家乱立してて、孔子が何でああいう倫理的なことを言ったか言ったら、社会が乱れてたからなんです。で日本にそれを当てはめると、やっぱり、室蘭幕府の日野富子だとか、ああいうところがね活躍して、あの時も社会が乱れてた。その時に今匹敵してるんじゃないの、世界も。要するに金融というものは化け物みたいになってしまって、コントローラビリティを失ってしまった。それからもう多様化して、でこれを救うのは何かといったら、私は非常に遠回りかもしれませんけども、教育、勉強教育としかないと思います。だからそういう意味では、今日この前からもグロービスさんから2年ぐらい、わずか1年半ぐらい前から知ったばっかりなんですけど、このグロービス経営大学が非常に立派で、昨日のラウンドティーチングもああいうことをやると。で教育の中で一番重要なのは、少人数で、しかも少人数じゃなくても
フェイスとフェイスで話し合うと、要するに相手というのは何が考えているのかと、そういうことが非常に教育がやっぱり重要だと思いますね。そういう時にどういうリーダーが輩出されて変わっていくんでしょうか、世の中というのは。それは答えられません、皆さんが。これはやっぱり一つはやっぱり僕は倫理観を持つ、21世紀の初めになってですね、やっぱり多種多様な考え方が、昔10年前ブリックス言われたとも、ブリックスはもう古い、だから多種多様な中で新しいものを確立する。でその時に頼るのは社会に貢献しないと、義務を提供しないとダメなんだけど、そのためにはこの価値を高めることしかないんだ、どう時代があるべきか、そんなことおこがましいと、まず自分一人でやっていきなさいと。最後にこの皆さん集まっているその創造帝国の変革の志士たちへ一括一言バシッとですね置いていただけたらと思うんですが、これはやっぱり何ちゅうか、甘えるなと甘えるなと、こういう立派な前に、こういうすごい会に俺は昨日出たんだよなと、今日出たんだよと、これも甘えだぞと、こんなとこ出てたからって、出てなかったらもっとひどいけども、出てたから言ってその後自分で切磋琢磨研鑽するということを忘れてしまったらもうダメだと、そういうことで、ございました。須藤さん、どうもありがとうございました。皆さん盛大な拍手お願いします。ありがとうございました。